はい、最近そのイヤホンが高機能になってきているということで、ヒアラブルという言葉もちょっと出したんですけど、ヒアラブルデバイスっていうのも非常にみんな注目しているデバイスで研究されています。でもうほとんどヒアラブルデバイスと言っていいぐらいの機能は入ってるんですけども、基本的にはマイクとイヤホンが一体でセットされています。例えば簡単なところで言うと、普通にこう電話したり、ここだけでできますよね、電話したりできますし、あと、まあ、NEC さんがやってるところでは、耳音響認証って言って、耳の穴の形ってみんな違うので、ここの音響の反射を利用して個人認証とかもできるようになってます。そんなことがあるんですか。はい、だから指紋認証とか虹彩とかみたいな感じで、耳の、音の反射具合で個人を特定する。じゃあ生体認証の一つとしてこう取り入れられている。はい、ということで、ちょっと耳にマイクがあったらどんな感じのことができるかっていうのをちょっと体験していただこうかなと思って、はいはい、これ外側にマイク、内側にイヤホンがついてる、バイノーラルマイクというもんなんですけど、ちょっと耳につけていただけますか。はい、L と R ありますので、はい、はい、でついたら、ちょっとこの赤いボタン1回だけ押してもらいます。はい、そうすると外の声が入りましたよね。あ、入りました、入りました。今スルーで入ってます。で今からもう一回この赤いボタンを押すと、あ、まだ押さないでください、ね、はい、録音開始で、僕が止めてくださいって言ったら下のボタンを押してもらって、はい、で再生してくださいって言ったら上側のボタンを押してください。わかりました、はい、じゃあ録音してる間はあまり頭を動かさずに、はい、まあ、黙っといてください。私がちょっと喋ったり音を作ったりしますので、はい、じゃあ赤いボタンを押してください。はい、はい、これで今録音開始されています。ちょっとすいません、この辺で手を叩かしてもらったりしますね。はい、ちょっと、まあ、うろうろあんまりできないんで、まあ、これで終わりますけど、じゃあ止めてください。では今から私黙ってますので、はい、再生押してください。上ですか。はい、はい、これで今録音開始されています。ちょっとすいません、この辺で手を叩かしてもらったりしますね。まあ、うろうろあんまりできないんで、まあ、これで終わりますけど、じゃあ止めてください。あ、聞こえました。え、これはえ、なんか不思議な感覚なんですか。いや、私ずっと黙ってましたけど。うえ、そう、なんかちょっと不思議な感覚になります。今なんか、いや、何も喋ってないですよ、今は。さっき録音した音が今再生されて、まあ、あたかも私が喋ってるように聞こえたんじゃないかなと思いますけど、はい、今なんか止めてもらっていいですか。すごい喋ってはるのかなと思いつつ、はい、静かでした一人だけめちゃめちゃ喋ってた。そうですね、これぐらいリアルな音が取れるんですね、ここで録音すると。で、立体音響とか聞かれたこと、あ、聞かれたありますよね。 ASMR とか流行ってますからね。ああいうのは結構ダミーヘッドって言って、まあ、マネキンの頭でやるんですけど、やっぱり我々普段聞いてるのは自分の頭でこの形で聞いてるので、はい、まあ、音の反射とか、例えば低い音は解説しやすくて物を乗り越えていくんですけど、高い音って反射するんですよ、うん、はい、なので、まあ、顔に反射して高い音はこっちの耳にはよく入るけど、こっちはあんまり入らなかったり、低い音は同じように入るけどちょっと遅れて入ったりということで、我々はどっちから音鳴ってるかっていうのが分かるようになってます。へえ、面白いな、はい、例えば高い音遠くまで届きにくいですね、反射。あ、通り。だから雷遠くで鳴ったらゴロゴロしか聞こえませんよね。あ、そうですね、低い音しか来ないから、はい、近くやったらピシッって言って高い音入ってますよ、ね、なるほど、はい、だから感じで音も旅をする間にだいぶ変化してるんですけど、その変化、まあ、あまり意識せずに我々普段はこう聞いてるわけです。はい、はい、そうなんです。それが録音できました今。はい、もうすごいなんか不思議な感覚でしたよ、はい、なんか聞いたことない音っていうか、そうですね、そのままの環境の音が来ました。そうですね、はい、例えば CD とかを聴いた場合に多分同じような音量になってるんですけど、はい、その時音源がどこにあるかっておそらく意識されてないと思うんですけど、はい、頭の中心にあるんですね。で片方の音量を上げると音像っていうんですけど、元の像が動きます、はい、こっち上げたらこっち動きますけど頭の外には出ないんですよ。これ頭内定位っていうんですけど、はい、今みたいに録音すると音像定位って言って、もう頭の外に音源を持っていくことができます。そっちやと、なんて言うんでしょう、もうより、なんて言うの、聞きやすい。すごいリアルですね。自分の、例えば守護霊みたいな人がずっといるみたいなことができますよね。そういうことになりますもんね。はい、で、スマホで例えば検索したいときに、はい、例えばそういう人置いといて、何やったっけって聞けば、答えてくれたりっていうと、自分のすごいいいパートナーが
透明のができたりして、はい、まあ、スマホからこの目と手を解放させる、まあ、一環になるかなっていうにもつながっていくかなと思います。いや、もうちょっと未来とか将来がどうなるか楽しみですね。 VR とかともぜひこれは組み合わせていってほしい技術ですね。よりリアルになりますね。面白い。楽しんでいただけてよかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます、はい、今の実験でちょっとノイズキャンセリングっていうところをこう知れたんですけど、じゃあなんか私が普段使ってるイヤホンがワイヤレス、はい、ノンワイヤレス、あれ、ワイヤレスでワイヤレスがないってことなんですね。ちょっと待ってください。ワイヤレスイヤホンを使ってるんですけど、はい、そのまあ有線とワイヤレスイヤホンの違い教えてほしいです、はい、ワイヤレスね、まあ、こういうタイプですよね。こうこれとか、はい、あのまあ、片方ずつ分離型のやつとかもありますけど、これはまあスマホがまあ多いでしょうけど、そこから音声のデータをまあ飛ばしてこっちに受け取って、再生の仕組みはさっきと一緒です。最初にやったやつとか、はい、でも飛ばすときに音声って結構データが大きいんですね、うん、なので有線だと電気信号そのまま送れますけど、無線で飛ばすときにすごいデータが重いので途切れたり、はい、するんですよ。でそれを防ぐために普通は圧縮って言ってデータをちっちゃくして送ってこっちに復活させるっていうことをやってます。で、データの圧縮方法はもういっぱい提案されてて、すごくちっちゃいデータにできるけど元に戻すときにすごいややこしい手順を踏まないと戻らないってなると、やっぱり遅延が大きくなったりするんですね。なのでなるべく簡単に圧縮、そして元に戻せて、遅延が少ない方式っていうのは望まれるんですけど、それは各社メーカーが頑張ってます。なるほど。で普通はワイヤレスはBluetooth と呼ばれる無線通信でやってるんですけども、はい、SBC かな、 SBC と言われる圧縮方式が普通は使われています。でもイヤホンによってはワイヤレスイヤホンによってはもっと高音質の圧縮方式を採用しているのもあります。例えば AAC っていう、 AAC っていうのは地デジ放送とかに使われている音声の規格なんですけど、それを使っているイヤホンもあります。それは多くは iPhoneで使われている方式ですね。なるほど。だから Android だと使えない AAC 方式は。その違いはこのより良い音というか遅延がなくて、はい、良い音をするにはこの AAC の方が用いられている。AAC の方が音質がいいです、ね。あ、音質がいい。だから音を圧縮するっていうことはやっぱりデータを削ってるんですね。例えばこの音を送ってもあんまり聞こえないだろうなっていう音はもう消しちゃって、でよく聞こえる音だけを送る。っていう風にすると、まあ、耳がすごくいい人にとってはあれちょっと音質変わったなとかいうのもあると思うんですけど、まあ、多くの人にとっては気づかないレベルだと、まあ、すごい圧縮ができるんですね。それをもっともっともっとってやっていくとだんだん音質も悪くなっていくし、その代わり圧縮はできるんで非常に高速に通信はできるんですけど、そこトレードオフがありますね。なんかハイレゾとかって聞いたことあるんですけど、はいはい、それもまた違うんですか？それも違います。そのハイレゾの圧縮方式を採用しているところもありますね、はい、それはでもね圧縮方式に対応しているイヤホンとかスマホじゃないと使えないんで、まあ、イヤホン買うときはどの圧縮方式に対応しているか、さっきのあった AAC、 Android は使えないって言いましたけど APTX、AptX とかいう方式がまだ別にあります。それは Android で使える高音質の圧縮方式なんですけど、それを見てワイヤレスイヤホンも選んだ方がいいと思います。じゃあより自分に合うイヤホンというか、まあ、自分のスマホとこうイヤホンを買うときに、はい、どれが対応してる、そうですね、同じ対応してる高音質のものを買えばいいと思いますけど、はい、例えば Android で、iPhone にしか対応してない高音質圧縮方式を買ってしまうと、はい、全然普通の音質でしか楽しめなかったり、ハイレゾが機能が、そうです、そうです。それは多分買うときに書いてます。圧縮方式、はい、裏にこの説明文じゃないですけど、そうですね。例えば、まあ、ネットショッピングするときに買うときにその仕様としてどういうのに対応してますっていうのがイヤホン、ワイヤレスイヤホンには書かれているので、それチェックした方がいいと思います。なるほど。ちょっと私が聞きたいこともちょっと最後におっしゃってあれなんですけど、はい、イヤホンをこの買うときに、はい、なんかやっぱり種類がすごく多いじゃないですか。はいはい、だから実際この有線と
このワイヤレスどっちがいいやろうとか、なんか種類の違いでっていう時に選ぶ際のポイントってどういうところで。そうですね、まず一つは先ほど言った圧縮方式がちゃんと対応しているかっていうところですね、はい、あとはまた用途によって変わってくるかなと思うんですけど、最近はその水泳しながらつけれるやつとかそういうのもあるんですけど、防水仕様、はい、防水防塵っていうのもあの企画が決まってて、まあ、6から8段階ぐらいかなっていうのも、あのイヤホンごとに多分数値であの表示されてます。まあ皆さん調べずに多分買われてると思うんですけど、すごいいい性能のものもあるんで、だから結構劣悪な環境というか、そういう、まあ、濡れやすいとかですね、あのホコリっぽいとこ行く人はそういう防塵防水加工されてるのがいいと思います。はい、あとさっきちょっとちらっと言いましたけど、水泳とかで使う場合はスマホ持っていけないんで、イヤホンの中にもデータを掘り込んどくっていう方式なんですね。それなので、まあ、通信しないですけど、はい、ここにちっちゃいですからそんなにいっぱいデータ入らないので、まあ、あのそこにどれぐらい入るかっていうのも気にした方がいいかなと思いますし、すごい、それはイヤホンにこうもう音楽であったり、またそうです、はい、音声ファイルをこう入れる。そうです、はい、すごい、なんか、まあ、電波を使わないというか。そうですね、はい、やけど聞こえるってことですね。そうです、まあ、だからちっちゃい スマホをここつけてるみたいな感じですかね。あ、でも水泳とかそれをする人にとってはいいですよね。そうですね。おお、なんか、まあ、例えばこのランニングとかそういう時に、例えばもうスマホ持って行きたくないっていう人を、はい、なんかこういう、なんていうんですか、そこにファイル入れてとか、ね、だったら軽くなりますしね。ってことですね、はい、あ、そういうのも、なるほど。なんか防水とかそういう機能がついたら他の機能が劣ってしまうとか、そういう可能性はないんですか。そんなことはないと思いますけどね。あの全然別の、あの多分物理的にあの水が入らないようにしたりとかなんで、はい、特にもその内部っていうところに関してはそんなに大丈夫じゃないかなと。なるほど、はい、ありがとうございます。でもあとはもうこうイヤホン買うときはやっぱりこう自分の対応しているものであったり、またこう自分のどういうふうに使うかとか、はい、用途によってちょっと変わってくるってことですか。そうですね、はい、もうイヤホンももう多機能になってきてますから、本当にあの、うん、もうここ耳につけるデバイスとして完成するんじゃないかという、あのヒアラブルデバイスとか言われるデバイスがあるんですけど、もうスマホも、まあ、なくなりはしないでしょうけど、スマホの機能の結構な部分をこう耳のイヤホンデバイスに埋め込んでしまうとか、なんかそういうこともできていくだろうなと。すごいですね、もう現代技術がもうどんどんと。そうですね、例えば自動翻訳してくれるとか。おお、なるほど、それでもいいですよね、はい、結構こう、なんていうんでしょう、今からこうグローバル化していくってなると、うん、 それもまた用途が変わってくるのかなと思う、はい、ありがとうございます。さあ最後になんですけど、はい、この学生に向けてメッセージをお願いしたいと思います。はい、今日もいろいろ実験してあの体験していただきましたけど、はい、こういろいろ今調べようと思ったら何でも調べれる時代で、動画でも見れるし、非常に分かりやすい説明している動画もたくさんあるので、ぜひそういうのであの興味持ったことは調べて、で見るだけじゃなくてやっぱりやってほしいなと思うんですね。あの簡単に、今日の実験もすごい簡単に実現できるものをばっかりだったんですけど、まあ、そういうのもあのそうだろうなって終わらずに、あの実際体験してあの自分の糧にしていってほしいなと思います。やっぱり同じ体験、同じものを 見たり聞いたりしても蓄積されていくものってやっぱり人に個人差あるので、それで個性が磨かれていきますので、ぜひいろんなことを体験して、さらにこう何かな、作るとかっていうことでアウトプットも力入れてやってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。本日はありがとうございました。